今日からみんなと一緒にフレアを勉強する、キャプテンジンです。よろしくお願いします。フレアをやりたいけども何をしていいかわからないっていうそこのお前、そんな君たちのために、僕が自ら、フレアを教えていきます。いいかも。一緒に、レッツフレアしようぜ。まずですね、基本です。ボトルを用意します。ボトルを用意して、ファームスピン、これも大切ですね。普通使いません、この技は。でも、この技で練習してください。使わんのよ。見えますか、これ。じゃあ、ボトルをちょっとアップしてください、こちら。アップしてください。ね。ボトルを半回転。手のひらの上で半回転。半回転。すみません。で、慣れたら、一回転。一回転。コツは手のひらの手の甲を上でくるくるって、手のひらの上でくるくるって回すのがコツだぜ。次にじゃあ3ついきましょう。ロールアップです。これはボトルは、2つのパーツですね。ネック、ボディ、3つや、ボディ、ボトムから3つのパーツでいってます。まずネックを利き手でしっかり持つ、ね、そして外側に遠心力をかけてほっ、ね、分かりますよ。外側に遠心力をかけてほっ。いいですか、できたかな。じゃあ次はもうちょっと行動技術だぜ。ボトム、ここですね、ボトムを持って外側に倒してネックをつかみます。見てるよ、ポッ。もう一回いきますよ、ポッ。すごいね、すごい。今日は上げて下げる。そして、アームスピン、この3つを次までに覚えておくんだぜ。それじゃあまた、いつ来週ぐらい撮るからな。楽しみにしておいてくれ。じゃあな、 See you next week. バイバイ。